始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気です。さてちょっと規模が大きい話をしますが、はい、規模が大きい話、はい、世の中を変えたいって思うことありますか。すごい規模。いや世の中は変えたいよね。いろんなルールとかさ、はい、もっとみんな優しくとかね。何かこうさ、家だけはいらないじゃない。電車乗ってたりとかしてもね、はい、道歩いてたりとかしてもね。もう一度日本人らしさを、うん、ああそうですね、古き良き日本人らしさを、うん、彩乃ちゃんはどうですか。ちょっと、いや、規模的にちょっと小さいことも言っていいですか。もちろん、もう少しチンジャオロースを扱うお店を増やしてほしいなっていうふうに。なるほど。小さいとこからコツコツと。もう行こう。ということで今回最初にご紹介するのは、不動産会社から父親の病気を機に司法書士の資格を取ったというこちらの企業様です。相続、会社登記、成年後見に債務整理、このような言葉を聞いても今の自分には関係ないなと思う方も少なくないだろう。しかし実際自分が当事者となった際には、さまざまな知識と経験が必要となってくる。いざという時どうやって自分の財産を管理すればよいのか。そんな悩みに知識と経験、そしてスピード感を武器に顧客と向き合う熱い思いを持った男がここにいる。石塚司法書士事務所所長、司法書士石塚定道。石塚が所長を務める石塚司法書士事務所は、弁護士である弟や長く親交を持つ公認会計士など信頼できるパートナーとタッグを組み、複雑な手続きにも迅速に対応するワンストップサービスを実現。また依頼者からの相談にはリアルタイムでオンライン対応を可能とし、今時代が求めるスピード感を誰よりも大切にしている。今回はそんな石塚定道をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まあ、あの最初はですね、はい、まあ、不動産会社に、普通に就職したんですけれども。ああそうですか。はい、なんですが、うちの父がちょっと病に倒れまして、うん、父が司法書士だったものですから、はい、そのまま引き継いだという形です。お父様が倒られてからお勉強をスタートしたんですか。 そうですね、はい、うわー、はい、大変ですね。あ、本来はでも不動産の方で行きたかったんですね。そうですね、不動産の会社で、はい、都市計画、街を作りたいなっていうふうに思ってたんですね。ちょうどバブルの頃だったもんですから、うん、はいはい、バブルの頃ってお金ばっかでこうお金が回ってるっていう、はい、夢がないというか心が温かくないなというふうに思いまして、うん、で都市を作っていく、街を作っていくっていうことは人のぬくもりがあるなというふうに思ってましたので、はい、それで不動産会社に入ったんですけれども、そういうところにおられたんですけども、やっぱり、まあ、お父さんのね、うん、そういうタイミングで。そうですね。でもこう熱い思いがあったわけじゃないですか、ね、街を変えたいとかって、はい、そういう思いがいきなり司法書士にポンって転じた時に、はい、うまく乗るものですか、うん、最初はどうしようかなっていうふうに思ってたんですけれども、ただその時に、まあ、バブルも崩壊しまして、でその後どうしてもサラ金が消費者金融っていうんですけれども、それがすごくて、多重債務者っていうのがものすごく世の中にあふれまして、でまあ人間は命あってのものなんですけれども、借金を苦に死んでしまうっていう方がすごく多くてですね、いましたね、それがちょっとこれおかしいんじゃない、この世の中おかしいんじゃないかなっていう、はい、そもそもそのお金を借りるっていう教育もしてなくて、とりあえず返せるから借りちゃって自転車操業でずっとやってしまって行き詰まっているというのは、そもそもこれちょっとやっぱりおかしいんじゃないかなっていうふうに思いまして、銀行さんが使ってよ使ってよって言うんですもんね。銀行さんがお金をどんどん貸すから使ってよってね、弾けたら早く返せよ早く返せよってこう、おかしいですよね。おかしいです、ね、流れ的にはじゃあ別の視点から世の中を、そうですね、どっちかっていうと社会正義に目覚めてしまったというか、人のために生きてみたいなっていうふうに、はい、うん、思いました。不動産業界から司法書士の世界へ、
そして現在は政界へと活躍の場を広げた石塚にこれまでの歩みを振り返ってもらった。どうしても司法書士って金融機関とのつながりが多いんですけど、はい、先ほどミッシェルさんもお話がありましたが、銀行にですね、はい、飛び込んでいって用もないのにご機嫌用じゃないけれども飛び込んでいって、あの登記簿謄本取りますからあのどんどん依頼してください、サービスしましょうみたいな形で、まあ、つながりをつけていってですね、それがきっかけでどんどんあの仕事が広がっていったっていう形ですね。じゃあ最初は飛び込みから。そうですね、はい、大変なんだよ最初の仕事にね。あの僕もね、あの仲間で友達でよくしてもらってる人で税理士さんとかいても、最初は仕事がなくてなくてとかって、ね、で先輩に助けられたとかっていう話から始まって始まるんですよね。そうですそうですそうですで今はどんどん徐々にお客様が増えて。そうですね、はい、であの、まあ、地元に根付きましたので地元のお客さんもどんどん来るようになって、で、まあ、あの不動産会社とかもつながりありましたので、一回そこで登記があって、まあ、何十年かしてからはまた相続の登記が起こったりとか、そういった形で、まあ、サイクルで、はい、でもさ地域を、はい、所長さんが地域を作りたかったって不動産ね、その会社に勤められてる時と、はい、で今司法書士をされてそういう事務所を開かれて、はい、なんかうまくこうなってますね両方が、そうですね、うまくこう何か両方当初のまあちょっとリンクして、はい、地元等の地元意識だとか、はいはい、ね、なんか感じられるな、うん、やれてるような街づくりの関係ですね、はい。最近だとどんな案件だったりご相談が多いですか？最近はですね、やっぱりまあ、この私たちの司法書士業界もご多分に漏れず、まあまあ、オンラインですね、 PC のインターネットの世界っていうのが、普及してきましたので、それが大きな原因で日本全国どこでもリアルタイムで、まあ、仕事ができるようになったっていうことがありまして、はい、もうですから日本全国の相談が来るというような、はい、ああそうですか、はい、飛び込みみたいな感じでビビビって来るんですか？そうですね、だからあまり知らない人がたくさん来るからちょっと怖いところもあるんですけれども、そこら辺はちゃんと身元のですね確認を、はい、しっかりやってっていう形ですね。身分証明見せてもらっていただいてて、はい、じゃあもう野田市を超えて全国から、そうですね、変わり種だと本当に 石垣島とかが、なんだろうな、だからあっちの方今ブームというか、ああみたいですね、はい、そうなんですよね、はい、続いては司法書士として石塚自身が心がけている点、そこに込められた思いを聞いた。まあ、スピード感を大切にしているということと、あとはもう私の場合はたまたまなんですけど、まあ身内の弟が弁護士だったりとか、あとまあ親友が公認会計士だったりとかっていう形なんで、あらゆるものが一つ私のところに依頼が来ればワンストップで全部できるっていう、しかもスピード感を持ってできるっていうのが特徴だと思います。どっかに発注したりとかそういう必要がないので、すぐだね。不動産弁護士やられてるんですか？そうですね、すごいですね、優秀なご家族の皆さんで本当にあ、それはいける、それはダメってすぐ、すぐね、判断されちゃうね、はい、そういう難しい問題って本当に私なんかどこにどう相談していいかって悩むので、やっぱり一つのところでワンストップでできるっていうのがすごくいいところですよね。どういう難しい問題があるのかって聞いてみたい。どう、例えば何が難しいのか、司法書士さんにとってこれお願いされるってどういうことが多いわけですかね？例えばですね、はい、不動産の売買にしても、ただの売買だけじゃなくて、はい、例えば農地の売買が絡んできたりとか、あとは面積が大きくとか、そうするとただのその売買だけじゃなくて、なんていうか開発許可の申請とかですね、農業委員会の届け出とかですね、他の派生する分野のものが、さまざまなものがいろいろくっついてきたり、複雑ですね、するんですね。すごいよ
ね。そうだ、そういうのなんですよね。そういうの一個一個分けてやってるともう全然あのスピード感っていうか進んでいかないので、受けてしまって全てあの対応できるという形であれば、あの本当に早く進んでいくっていう、そういうのもやっぱりスピード感なんですね。スピード感ですね。喜ばれますよね、それ。そうですね。まあ、そんなの私例えば素人だから全然わかんないですよね。そう、教えていただかないと。ね、はい、あ、今聞いてみたら何が大変なのかさ、やっぱりいろんなものが絡んできちゃうんだね、一つじゃなくて。絡んできちゃう。絡んできちゃうんですね。そうそう、そのルール分かってなければこれどう持っていけばいいんだとか。そうですよね。ね、でね、弟さん弁護士さんもいるから、はい、早いわね、はい、世の中を変えたい、そんな思いから司法書士の世界へ飛び込み、依頼者が今求めているものに寄り添った事業を続けてきた石塚貞道。そんな男が掲げる今後の展望とは。企業の、代表取締役、うん、その方に対する連帯保証制度っていうのをまあ、なんとか撤廃するというか廃止するというか、あの結局どういうことかっていうと、大企業ってありますよね、有名な企業とか。大企業がその金融機関からお金借りるときって、ただお金借りる、お金借りて、まあ不動産あればそこにもちろんあの担保を設定するんですけれども、代表取締役とかにですね、連帯保証とかつけないんですよ。まず安全だろうっていうことと、信頼とか信用だとか、それが一つと、はい、それでもうポシャっちゃった時はどうしようもないなっていう、ね、ところが今日本のどこの金融機関でもそうなんですけど、中小企業とか、中小企業がやっぱり世の中のもう9割以上が中小企業なんですけれども、本当そうですよね、はい、で中小企業に対して融資する時だけなぜか代表取締役に連帯保証つけるんですよ。それがもう足かせ、おかしいですよね。おかしいです、おかしいです。お考えだってね。おかしいです。本当に中小企業が支えてるんですからね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。日本にもそういう再チャレンジができるような仕組みっていうのをですね、ぜひとも作っていきたいというふうに。あれなんか失敗した人にまたお金を貸してやるっていうのは失敗の経験があるから、はい、次は大丈夫だろうって思いますよね。そうです、そうです。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。はい、日本は一回失敗すると、監督もそうなんですよ。日本の監督って一回失敗すると終わっちゃうんですよ。もう次のチームないですよ。もうじゃ監督には成り立たないし、いい監督出てこないですよね。そうですか、やっぱり。いや、ルールいろんなこと書いてほしいし、作ってほしいな。本当にいろいろ勉強になりました。勉強になりました、本当に。いや、まあ、今日素敵な話ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。長引く不況で先行き不透明な現代にあって、数ある投資の中でも堅実なものとして人気なのが不動産投資だ。そんな不動産投資をこれから始めようとする人たちのサポートをし、さらに豊かに、さらに優雅にという経営理念のもと、クライアントを明るい未来へと誘う男がここにいる。リシェスホールディングス株式会社代表取締役井出博之。変化の波が激しい不動産業界で、この16年間常に右肩上がりの成果を出し続け、2009年に起業した井出だが、サラリーマン時代給料が12万円という時もあったという。そんな環境の中で着実に不動産投資のノウハウを身につけ、32歳の時にはサラリーマンを辞め、家賃収入のみで生活できるまでに至ったのだ。そして現在、リシェスホールディングスの代表を務める井出は、不動産オーナー育成セミナーの開催、家賃収入の強化、物件見学ツアーなど独自のノウハウを駆使し、多くのクライアントから信頼を得る存在となっている。しかし不動産投資に関心があっても、資金の問題や集客などなかなか第一歩を踏み出せない人も多いだろう。
ということで、今回はそんな方も必見の井出裕之のメソッドを番組 MC2 人と共に掘り下げていきたいと思う。早速なんですけども、はい、業務内容を詳しく教えていただけますか。はい、不動産業なんですけども、特に横浜、川崎、うん、まあ、あとは海老名ですね。で、まあ、中古の、まあ、下がりきった物件、要は新築当時2500万とか、はあ、まあうん、ビルで言ったら10億円とかいう物件を、うん、まあ、2500万だったら260万の物件から、下がりきった物件、うん、260万円の物件から、うん、まあ2億円のビルまでを、はい、まあ、トータルに斡旋しているっていう形です。あ、まあ、中古専門で。中古専門で。そうですね、はい、はい、中古っていうと、まあ、それだけなんていうの、設備も古くなってると思うんですけど、うん、そういったところはどういうふうにケアされてるんですか。はい、簡単に言うと保険で OK です。ほう、直せちゃう。はい、あ、そうですか。はい、はい、ほら、また新しい話が出てきました。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ちょっと手前味噌で申し訳ないんですけど、うん、先ほどちょっと260万円のマンションというのは、うん、まあ、はい、ちょっと極限まで下がっている物件の話なんですけども、はい、毎月の返済がですね、うん、まあ、これ30年ローンなんですけど、はいはい、ちょっと具体的なあれをいただいてますよ、今お話を。あ、9065円です。毎月が。はい、9065円の払いでいいんですか。はい、いいんです。安いですよね。あ、そうだね、だって260万円の物件、9000いくらでオーナーになれるんですか。なれますね。そういうことですよね。そうですね。びっくり、1万円割るんですね。割りますね。携帯代金のくらいですか。携帯代金持った場合ですよ、この、ね、はい、あ、じゃあ2個持ってますね。そういうことになりますよ ね。 そうですね、はい、こういう物件をこう探してきていただける。そうですね、はい。でもこれだけ安くて利益っていうのは出てくる。あ、もちろん物件価格が安ければその家賃も下がるので、うん、利材は薄くはなるんですけれども、うん、ただそれをやっぱ個数を重ねていくことによって、うん、クライアントさんとかはもう、うん、10個11個目っていう風にやってくるので、そうするとやっぱりこう数の原理でどん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 、ね、うん、ボリュームが出てくるっていう。はい、はなるほど。手から話せなくなっちゃったこれ。すごくこうぐっと身近になった感じしますね、不動産投資が。こういうことか。そうですね、現実にあるんですね。そうですね、やっぱりこう敷居が高く思われがちなんですけど、うん、意外に敷居は低くて、ただやっぱ不動産投資ってボンって言うとやっぱちょっと怖いじゃないですか、イメージとしては。で、まあ、たまたまこう不動産オーナーになるセミナーっていうのを、うん、開いてみたら、まあ、たまたま当たって。へ、あ、みんな聞きに来る人がやっぱり。そうですね、そうですね。これさ、夢のさ、だから知っとかなきゃダメなんだよね、世の中っていろんなことをね。で、必ず教えてくれる人に出会わなきゃいけないんだよね。続いてはリシェスホールディングスのクライアント層、不動産オーナー育成の方針など改めて聞いた。もう本当一般のサラリーマンであったりとか、うん、まあ、自営業者であったりとか、うん、まあ、問わないんですけれども、育てているっていうのは単純に、まあ、この自分自身が、例えばですね、食費とか家賃とか保険代とかそういったものをこうシートにうちでするんですね、うん、でそのお客様に全部書いてもらうんですけど、はい、そこを見直します。例えば保険代が中にはやっぱりね、月5万円かかってる人もいて、じゃあ5万円かかってて、じゃあ40代の人で今まで何かありましたかって言ったら、うん、意外に何もなかったっていう人が多いんですよね、病気も怪我も。じゃあそこで、じゃあ、いや、多いですよね、うん、だったらまあ2万5千円でいいんじゃないですかとか、もうや、もう思い切って引っ越しをお願いする人もいます。いや、家賃が高い場合は、うん、なるほど、うん、それもそういうのもコンサルさせていただく。でも無駄をなんでしょう、なくして、そうですね、どこの部分を投資に当てられるかっていうのをアドバイスしていただける。そうですね、そうすると毎月ね、5万しか貯まってないのが、うん、例えば15万になって、うん、で、まあ、10万だとしても、そうすると120万
年間たまるじゃないですか、うん、まあ2年もすればねもう結構買えちゃうオーナーになる、うん、なるんで。どのぐらいで買えるっていうイメージないもん ね、ないです、ね、ないです。すごい莫大なお金を貯めてやっとこそ買えるかなっていうイメージでしたけど、ね、だから縁がないものだと思ってたね、うん、ここで会社員時代に井出と出会い現在もクライアントとして不動産投資を行っている亀井亮子さんに井出が提唱する不動産投資メソッドの効果実際の集客状況などを伺ってみることに。亀井さんにお話をお伺いしたいんですけども、はい、不動産投資始めようと思ったきっかけは何だったんですか、うん、実はですねあの元彼がですね、はい、その当時ちょっと権利収入の勉強をしてたんですね。権利収入、はい、でまあそれでたまたまですねそのリセスさんに、うん、コンサルタントを申し込んだっていうのを聞きまして、じゃあ私もやってみようかなっていうすごい軽いノリだったんですけど、はい、まあ、単純に本当に全然不動産に興味があったわけではないんですけど、うん、あ彼がやってるんだったらいいかなみたいな、そういうきっかけだったんですね、はい、それ、はい、いや元彼さんに感謝ですよね。そうですね、このご縁をつないで、うん、はい、くださったので本当に今も感謝してます、うん、そうですか、はい、実際やってみてどうですか、オーナーを。あ、そうですね、もう井出社長のその言われた通り素直にただ実行しているだけなので、うん、本当に簡単にというか何も苦労せず、うん、はい、サクサクっと、はい、今は横浜とですね川崎の、駅からだいたいみんな徒歩5分以内ですね、はい、に10世帯の区分マンションを今所有しております。10世帯のオーナーです、はい、あっという間になりました、結果も出てるという。はい、そうですね、もう私それで、会社員も辞めてしまったので、うん、もう家賃収入で、はい、で回してるというね。はい、そうです。あ、じゃあ今会社勤めとかはされてなくて、はい、もう、はい、賃貸業だけで、はい、あとは趣味に生きております。さらに亀井さん以外のクライアントからも井出への信頼感謝の声が届いている。最初の一歩目を踏み出すというところが一番大変だったんですけれども、やはり井出社長からの、一押しがあって、無事に、いろいろなことも、乗り越えられたと思っています。空室であるとかあと管理上のいろんなトラブルとかもあるんですけれども、まあ、その都度その都度適切な、アドバイスをいただけるので今は非常に心強く助かっています。亀井さんが成功された一つ理由でもあると思うんですけど、満室レシピというものがあると伺ったんですが、井出さんどういったものなんでしょうか。リシスホールディングスがクライアントへ提供している満室レシピ、企業秘密のため今回詳細をお見せすることはできないが、実際に満室レシピを実行している亀井さんにその効果を伺ってみると。亀井さんすごくこう今お話聞かれてて、満室レシピの話聞かれた時に大きくうなずいてらっしゃったんですけど、やっぱりなんて言うんですか、そのレシピの良さっていうのは。いや、それは本当に実感してますね。私が持ってる物件です と、最長で2日最短で6時間でこの満室レシピのおかげでですね、入居者さんが決まりましたので。最長で2日、はい、募集開始から最短で6時間、最短で6時間です、はい、速攻決まるという自分でもすごいびっくりしたんですね、うん、あ、行っちゃったと思ったんですけど、で社長にお願いして、え、もう決まったのみたいな。だからまあリスクはあるといえばありますけど、でもそういうちゃんとフォローアップが、をしてくださるので、いや本当に不動産投資をして本当に良かったなみたいな、誰でもなれるんだみたいな、はい、いや信じられないな、そうですね、本当びっくりすることばっかりですよ。やっぱり入りやすく出づらい物件っていうのかな、不動産業界、まあ、今16年目ですけど、やっぱりいると、まあ、お客さんオーナーさん目線でもちろんお仕事はさせていただいてるんですけど、まあ、もう末端の入居者さんの目線っていうのをもう大事にしてるので、今後も自身が培った経験を武器にクライアント一人一人の未来をより豊かにより優雅にと導いていく井出博之。そんな男が掲げる今後の展望とは。まあ簡単に言うとですね、上場
会社の上場をしたいなと、先ほどからご説明している通りですね、うちはね非常に薄利なので、薄利薄利多売なので、上場実際できるかどうかっていうのはまた別として、まあ目標としてね、あのもう少しこう不動産投資の敷居の低さっていうのをこう皆さんに伝えていけられれば、あとはたまたまなんですけど横浜 FC っていうところのスポンサーをしてて、サッカー界ありがとうございます。すみません、はい、どっかのサッカーチーム変えたらいいなみたいな、もうぜひオーナーになっていただいてですね、あの J4 でもいいのでもう J4 でもいいですよね。あ、もうそこにはぜひ加わらせていただいて、じゃ監督お願いします。もう監督もマンションも全部ね。あれどっちのオーナーだっけみたいな、両方オーナーです、両方オーナー。最後になりますが、そんな井出さんの格言をお聞かせください。運と縁とタイミングはお金で買えない。運と縁とタイミングはお金では買えないっていうね、ご視聴していただいている、見ていただいている千葉もしくはその、まあ、それ範囲外で来ていただいている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、今向こう皆さんこうチャネリングせず、一応私を見てくれてるっていうのも運だと思うんですよ。そのタイミングにたまたま今日起きてたとか、まあさっきの神さんもそうですけど、そのタイミングとか、まあこういったご縁とかっていうのはやっぱりこうお金で買えない、やっぱり貴重なご縁出会いですよね。そうですね、近くにいるのは僕ですからね今。はい、距離が近い。それも、はい、今日はなんか素敵な、あの心温まる話をありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。育毛は本来個人に合った正しい方法さえ知っていれば無駄なお金も使わず適切な措置ができるのですが、育毛業界には魔界の入り口が多く存在します。知らずにうっかり足を踏み入れてしまったら最後、お金を延々と使うばかりで改善もままならず、まさにあり地獄のように抜け出せなくなるケースも実際にはたくさんあるのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、最後に読む育毛の本。この本を書いたのは育毛業界の開発プロデューサー久田敦さんと育毛法のカリスマ伝道師佐野雅也さん。なんとなく薄毛が気になるという人、あるいは今すぐにでも育毛の必要を感じ何とかしなくてはいけないと思っている人など、すべての育毛初心者の方のために誰でも簡単にできる自宅発毛のやり方をまとめた一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。